私はね、その後押しっていうのはね、もうね、これはね、おそらく何らかのね、歴史的なね、これは何か象徴だと思ってる。私はこの世界がね、国際社会が日本がまだね、平和を守ってくれる第一人者じゃないかと思ってるんだから、その機会を逃すことなく、この際核の深さから離れて、そういった今一生懸命核兵器なくそうという頑張ってる国々ともうタッグを組んで、もう何とやればいい、世界最初の被爆国ですよ、唯一の被爆国、被爆国がね、リーダーならず、私はね、何なんだろうと思う。こんな国っていうのはね、結局ね、私はね、本当ね、何の意味もないと思ってますよ。今のままもうそういうの、そういう世界の声を聞かないっていうのは、私はね、だからね、日本が本当に10年後20年後の安全を担保したいならば、はっきり言ったらいろんな意見があると思う。もうね、そういう打ち止めから離れたらとんでもないことになるかという人もいるかもしれない。でもね、これよく考えたら、今さっき言ったように結果は同じなんですよ。もう歴史をもう見たらね、結局軍事同盟を強化したって、結局戦争になった時にはもう悲惨ですよ、待ってるのは。もう悲惨だからね、結局ね、そういう結果の方がもう間違いなく高いわけだから、それをそういう選択をせずに、新たな今までに過去にない選択をするしか、私たちの取るべき手段は私はないと思ってる。ただね、これは私の意見ですから、当然ね、これははっきり言ったらね、くじレベルで有権者の方々が選んだ、そういうね、国会議員さんの中で十分話し合って最終的な結論を出すことですが、私はね、今回立候補したものとしてね、私の政権公約としては、政治家国会議員としての姿勢としては、日米安保条約から一旦撤退する、解消する、そして何となれば平和を求める、そういう国々とタッグを組むために、もう、ね、何となれば国際連合からね、一旦離れてでも、もうそういうね、もうそういう政府核保有国とは別な形での共同体を作っていく、私は、ね、そういう選択っていうのがね、もう勇気ある決断をする、ね、することがね、私は最もね、今の日本取るべき姿だと私は確信してます。でね、時間がね、もう日曜の夜遅くなってきたので、時間がないんですが、もう簡単にね、最後私が他に政権公約を挙げてるものを簡単に言っておくと、まずね、小学校の学校教育制度改革、これね、小学校のね、今英語とかコンピューターとか学ばしてるでしょ、学ばしてるんですよ。これね、結局なんていうのかな、世界のいろんな他の先進国、まあ、いろんな国に比べて数学が弱いとか、ああいうね、もう言葉がね、なんていうか、グローバルな社会の中で英語をね、学ばさんといかんとかね、そういう観点でやってるんだけど、私はこんなんやめる。だからね、私はもし政権を取って取ったならば、文科省を呼びつけて、今のね、小学校の英語とかコンピューター、パソコン教育、こういうのやめて、もうね、脳のね、脳幹部、生きる力をね、どんどん伸ばす、こういう教育の方にもう切り替えて、もうどんなことがあるか分かんない、10年後、20年後、それで生き残る、命を守る、そういうね、まずそこのところを鍛えない限り、頭でっかちの子を作ったってしょうがない、もうね、ひわの子でいくだけ、だからそういう教育改革をしたい。そして私はね、医療、まあ、現的に私、クリニックをやってます、介護保健施設もやってる、だからね、医療介護に関してはいろんな考え方を持ってる。でね、まず簡単に言っちゃうと、医療に関して申すと、ジェネリック薬品、皆さんご存知だと思う、なんて厚生省からね、皆さん、お年寄りの方々に、ジェネリックを使いましょう、ジェネリックを使ってくださいって、毎回のように通知が来てる、これをね、病院も配ってる。でね、ジェネリック薬品ってね、今ね、大変なの。もうね、もう欠品状態、もうね、結局、ジェネリック会社がいろんな、ね、不祥事を起こしちゃって、生産中止になってるから、ジェネリックもほぼ足りなくなってるんですよ。もうね、だからね、厚生省は、ね、それを知りながら、ジェネリックっていうので、どんどん進めてるからね、もう現場混乱、私たち本当に大変なんだよ。だからね、ジェネリック薬品っていうのは、一旦ね、まあ、いろいろ細かいこと言えばいろいろあるんだけど、
検証、今問題になってるよね。今ね、8月で 14% ぐらいだったっけな、利用率が。マイナ保険証なんてね、これもおかしいよ。もうはっきり言ったら今から高齢化社会ですよ。高齢化社会、もう高齢化社会で、お年寄りの人がね、マイナンバーカード、はっきり言ったら置くところもはっきり言えば分かんないような、忘れやすい、もうこれ当たり前なんだよ。そんなのにね、今ね、だからね、利用率なんか伸びないよ。もう今から段階の世代がお年寄りになってるのに、マイナーカードなんかね、これダメ、もうね、やめた方がいい、こんなの、もう無駄。だから私のところもね、マイナンバーカード利用される方一部おられるけど、なかなかこんなんで、実際問題難しい。それでそういう問題がある。そしてオーストラリアなんかはね、採用してるんだけど、医薬品給付制度っていうのを採用してる、オーストラリア。これね、医薬品を政府がね、メーカーから安く買い上げてる。そして、それを国民にね、セットして。だからね、オーストラリアが採用してるような医薬品給付制度。こういうのもね、私はね、医療なんか中に取り入れたい。でね、介護保険も私一緒にやってるので、介護保険も簡単に言うとくと、今ね、介護保険でね、一般事業者、一般事業者がどんどん、もう厚生省が段階